今回は目線だったり、あとはポジション、そしてコブの中でどのようにしてスキーを動かすかをポイントにしています。コブの中で正確に滑るためのレッスンを行っていきたいと思います。今回は少しこうターンを作ってスピードコントロールするよりも、少しこう重心がこう一定に保って、その中でスキーのひねりだったりずらしを使うことをポイントにしています。コブの中でスキーを動かしながら雪を削るためには、まずは切り替えがすごく大切になります。切り替えで角から角の切り替えだと、どうしてもエッジが立ってしまってスピードが逆に出てしまうようなケースが多く出てしまいます。その中で切り替えのポイントとしては、しっかりニュートラルを作りながら、そこから落ちる力を利用して雪を削っていくことがポイントになってきます。コブの中は必ず凹凸を滑るわけなので、やっぱりこう下がっていく部分、上がっていく部分が必ず出てきます。でポイントは、上がるとこでしっかり重心がコブの頂点に向かって、重心がしっかり浮かないだったり、重さを乗せてスキーのトップを落とせるポジションをポイントに今回レッスンしています。